はい、速稼塾の久保でございます。今回ですね、無在庫転売について質問が来ましたのでお答えしていこうと思います。まあぶっちゃけですね、無在庫転売のやり方を教えてくださいってことなんですよね。この方は転売の最初の仕入れでですね、要するに転売って最初に仕入れないといけないんで結構手出しがあるんですよ。で、私が安全に、まあ、毎月 20% ぐらいの利益を出そうと思ったらね、やっぱ300万必要だってことをこの前お話したと思います。1ヶ月目に100万の仕入れ、2ヶ月目に100万の仕入れ、3ヶ月目に100万の仕入れ、そして3ヶ月目ぐらいから1ヶ月目に買った商品が少しずつ売れていくっていうペースなんですよね。まあですんで、転売しようとして300万とかね、500万ぐらいの資金がないと非常にね、成功率は悪い、もしくは成功してもそれは生活を支えるものにはならないと思うんで、最初はスモールビジネスから仕掛けていって、毎月1万とか2万の利益を大切にしていって、それを伸ばしていって3万5万にしていく、5万10万にしていく、10万20万にしていって、さあ独立だっていう風な形だと思います。だから結構ね、その転売で完全に転売専業になろうとしたら、やっぱ2年とか3年とかを見とかないと、まあ最初から転売はうまくいくんですけども、自分の生活を支えるものにはならないってことなんですよね。ということなんで、仕入れ転売、最初にお金入れる転売っていうのは、なかなかね、難しいなという方もいらっしゃると思うんで、今回無在庫転売をお知らせ、お伝えしようかなと思います。無在庫転売のやり方っていうのもね、いくつか方法があるんですけども、まあ、今回はですね、まあ、それでもお金かかりますんでね、無在庫転売でもお金がかかるってことを了承してください。なぜなら、いろんな、登録サイトへのね、登録がいるんですよ。ちょっと文章をまとめましたんで、一部読みながらね、お伝えしていきます。まずね、そうですね、5つか6つの登録が必要になりますんで、ちょっとお願いします。まずはね、Yahoo ショッピングの出店用アカウント、こちらの方を取ってください。これ、月額の固定費は0円ですんで、ここはお金かかりません。次は Amazon の出店アカウントです。これはね、月に4980円かかりますので、最初の経費ということになります。次にはですね、Amazon の購入アカウントですよね。これはね、基本的に Amazon のプライム会員になってください。これも月額500円からかかります。で、転売ツールですよね。これはね、基本的に使わないでください。転売ツールを使うのは、随分儲けてからでいいと思います。はい。で、物流倉庫との契約っていうのがありますけども、まあ、最初はね、自分の部屋とかでやればいいと思いますんで、ただし自分の部屋が狭い方はあんまりお勧めしません。やっぱりね、無在庫転売といっても作業はありますので、作業だけに使える部屋を一つ用意した方がいいと思います。で、この部屋がないってことは、もうすでに転売、無在庫転売のね、準備ができてないと思った方がいいです。で、自分の生活空間と在庫置き場とか作業部屋を一緒にしようと思った場合は、やっぱり8畳ぐらいのスペースじゃちょっと足りない恐れがありますんで、少なくとも12畳とかね、15畳ぐらいのワンルームにお住まいの方は、自分の生活環境と、それから無在庫転売の作業場っていうのを同時にしてもいいと思いますけど、基本的にはやっぱりね、2DK ぐらいで1つの部屋を転売専門にした方がいいと思います。職場っていう考えをね、小さい時からここは持った方がいいと思うんですね。で、結構ね、在庫置き場って、日々の生活のストレスになったりするんですよ。破損したりなくなったりとかね、自分のプライベートで必要なものを在庫があるためになかなか探しにくかったりするんですよね。で、在庫っていうのは棚に整理しておくことをお勧めします。無在庫転売とは言っても多少は在庫が必要になりますし、あとね、無在庫転売に関わるなんですか、梱包のね、材料っていうのは結構いるんですよ。だからこういうことをね、多分無在庫転売の方って最初言わないんですよね。で、やってみたらむちゃくちゃ作業があるってことになります。無在庫転売も作業多いです。ですから時間の確保と場所の確保ができない方は、無在庫転売ですら気合を入れてやらないと最初から作業量で挫折するってことになりますので、気をつけてください。さあ申し上げますよ。で、転売のルートってのは結構あるんですけども、今回はそうです、Amazon で仕入れたりとかした方がいいのかな。 Amazon で仕入れて Yahoo ショッピングで販売っていう、この線でいきましょうかね。で、まあ Amazon の価格に在庫を連携させて、Yahoo ショッピングに掲載します、まあそうですね、価格はね、 Amazon の価格にちょびっと載せるっていう設定になると思います。これが今言った言葉の意味です。 Amazon の価格をリサーチ、それにちょびっとだけ利益を載せて Yahoo ショッピングに出すって形ですよね。で、 Yahoo ショッピングで注文が入ったら Amazon に注文して、で、まあ、横投げするっていうんですかね、梱包して Yahoo ショッピングへの発注者の方にお送りするって形です。単純に言ってこれだけなんですよ。で、 Yahoo ショッピングの利用規約はよく読まれてくださいね。これ利用規約読まずに
こういうことを言った人にクレームつける人がいるんですけども、利用規約はきちんと読んでいるという前提で私お話しますからね。だからヤフーショッピングを使う以上、ヤフーショッピングの利用規約を読んで、変更したら変更も理解してってことを前提にしてくださいね。なんか利用規約読んでませんでしたとか言ってドジっても、それは感知しないってことなんですよ。で当然ですけども、Amazon の方もしっかり読んでください。というのがですね、ヤフーショッピングの規約でAmazon から顧客への直送って禁止されてるんですよ。で無在庫転売を無責任に進める人っていうのはこれをね言ってないんですよ。で Amazon から Amazon に発注して、で商品の発送先をヤフーショッピングで注文してくださった方のところにっていう風に設定するんですけども、これアカウントが閉じられる可能性がありますんで、それからまたねお客さんにも迷惑かかっちゃいますんで、絶対やらないでほしいなと思います。で、基本的には自分の作業スペースに商品を届けてもらって、そこで、再梱包して発送するということでございますね。まあインターネットがつながる環境だったらどこでも作業はできると思いますんで、その準備をしておくってことになります。日々の作業っていうのは商品の選定をして、それから登録をして、注文対応して、お問い合わせ対応、メールだけになりますけども、こういうことをやるってことになります。で私のおすすめするっていうか、私がやっていたのはメール対応に自分の動画でお話しする内容をつけておくって形ですよね。まあもう想像していると思いますけども、で上乗せする利益っていうのは自分のかけた経費とか決済手数料とか、それから送料を差し引いて 5% から 10% に設定するってことになります。いきなり 20% の利益を吹っかけても、やっぱり商品買う人ってヤフーショッピングだけ見てるんじゃなくて Amazon 見てる可能性もありますんで、そういうふうなね相見積もりのことを考えても、よく取れて 10%、 まあまあ取れて 5% って感じかなと思います。で 20% はもっともっと上手になってきて、商品の組み合わせっていうねレベルになってからの方がいいと思います。まあ、それちょっとね今回はお話ししません。で Amazon から仕入れをする際に、アマテンなどのサイトで、Amazon ギフト券をあらかじめ現金で購入するって手もあるんですけども、これもですね Amazon の利用規約で禁じられるか、もしくはあまりお勧めされてないと思いますので、ここはですね迂回して購入するってことになるんですよ。でそうなると私はちょっと後ろめたいんで私はやりませんけども、どうしてもそこそこ自分の正義を踏みにじってもやりたいって方は、迂回してそのアマテンなどね、なんですかね、アマゾンギフト券を買って、アマゾンギフト券も現金で購入するんですけども、月始めだとね結構割引なんで 15% オフとかやってますんで、品薄の時でも 5% とか 8% みたいな感じで Amazon ギフト券は結構割安に手に入ることが多いんですよ。ですからそこを狙ってギフト券を買って、もう正確に言ったら買ってもらって、誰かにそれを譲り受けて、それでやるっていう形がいいと思います。ただやっぱりこれもね結構誰でも思いつくことなんで、 Amazon ギフト券での売買っていうのが多分ねどっかで制限かかると思うんですよ。だからそこは気をつけてくださいね。で最終的に価格の差益と Amazon ギフト券のディスカウントを合計して 10% から 22% の利益を残していきましょうねって話なんで、今お話したことっていうのは全部トータルでうまくいって 20% ですんで、この仕組み、無在庫転売の仕組みを理解しても今の手順踏めないと、あらりっていうのは急に落ちていきますんでね、まあ、赤字になることはないですけども、労を多くして実りなしになる可能性があるのは無在庫転売でも結構一緒なんですよ。それこそですね、送料のかかりにくいカードとかトレーディングカードとかありますけどね、ああいうふうなことをやっていくのがいいかなと思います。私の場合はですね、商品にかかわらず無在庫転売の場合は儲かりそうなものをやっていくって方法なんで、結構商品知識とかが必要になってきます。商品知識が何で必要かっていうとですね、お客様からお問い合わせがあった時に答えられないと困るんですよ。だから1回でも商品を手にしておくと分かるんですけども、自分が興味もない商品っていうのは説明がすごくね下手になるんですよね。まあ、そうなると信頼も失っちゃうし、適当に答えたらクレームの元になるしってことで、やってる方が精神的に続かないと思います。でこの無在庫転売の方法っていうのは今お話した内容だけなんですけども、多分もうね経験ない方はよくわかんないと思うんですよ。だから無在庫転売やりたいと思っても基礎知識がなかったら今の話を聞いてわからないんで、まあやらない方がいいかなと思うんですよね。無在庫転売っていうのは魅力的に映りますけども、多くの方がやっぱりね諦めていくっていうかドロップアウトしてしまうんですよ。でもちろんそうです、転売もそうなんですよ。転売も利益が出やすいんですけども、膨大な作業のことを思うとね、毎日やるもんではないなって必ず思いますから、ですから私がお話しするのは無在庫転売のね
方法を確認するために何度かやってみて、例えば 2,3 ヶ月やってみて、利益が出ることが確認できたら、こういうふうな、ね、私が今やってるみたいな情報発信のネタとして作って、その延長線上にアフィリエイトをやったりとか MLM を紹介したりとか自分の商品を販売したりっていうふうなね、要するに集客のためにこういったノウハウを一通りやっておくってことに留めておくのがいいと思います。一番最初に言ったのとちょっと矛盾しますけども、やっぱ転売でね、それだけで暮らしていこうと思ったら小売店をやるぐらいの能力必要なんですよ。でも小売店とか店舗のその一従業員すら務まんない人に基本的に無理だと思うんですよね。だから私はね、その転売で儲けましょうとかあれこれやりましょうっていうのをなかなかねお勧めしにくいんですよね。まあそういうことがねご理解いただければと思います。その上でも私の意見っていうのはあくまでもより安全により楽にっていう形なんで、大変な思いしても稼ぎたいって人はぜひ、ね、やっていただければいいかと思います。無在庫転売は私はねあまり魅力を感じないなと思うのは、それよりも先にアフィリエイトが結果を出したからっていうことと、そのアフィリエイトすら今卒業して今投資とか利回りやってますんで、作業がなくてお金が増えるのがいいわけなんですよね。だからあんまりねサポートもはっきりこの転売に関してはしたくないんで、だからあんまり転売の話しないんですよ。私転売の話するとこういう時はどうなんですかって聞かれちゃうんで、それがあるんだったらもうね転売情報を無料で出したりとかしたくないなと、もう転売の話すらしたくないなと思うんですよね。だからそういう時は困った時とか質問したい場合はきちんとそれを販売することを生業にしている方から、まあ、お金を払って情報を受け取って、分かんないことはその人に質問という形がいいと思います。まあ、私はそのビジネスを辞めたっていうのはですね、気が向いたらやるサポートするってことになっちゃってるんですよ、ビジネス系のものってのは。で結構気が向くことが多いんで、今まではほぼ 100% ね回答してきましたけども、これ転売についてはですね、あまり私もねやってる期間が短かったんですよね。1年半ぐらいだったんで、まあでも結構稼ぎましたけどね。やっぱ1年半で始めて大体200万円ぐらいの転売益っていうのは出てたんですけども、まあ言っても200万円ぐらいですよね。で転売のノウハウを売ることをね、転売の情報を売るとこれがね、まあ、もっともっと5倍ぐらい儲かるんですけども、転売そのものってのは本当にね1年半で200万ぐらいの利益しか残んなかったんですよ。で課税の前の金額ですから本当はもっともっと少なくって、月に平均したら10万ぐらいだったんじゃない、10万切るぐらいだったんじゃないかなと思います。まあ初月から利益が出たんですけども、それでもね月にならしてみたら10万前後とかね、で課税のこと考えたら5万円ぐらいしか儲かんないみたいな。で私は転売は結構最初から優等生だったと思うんですよ、自分でも思うぐらい簡単にできたなということもありますし、独特な転売方法でリピートも取ってたんですけども、まあそれでもねこんなに儲かんないのかと思っちゃいましたね。まあそれはアフィリエイトの方が圧倒的に作業なくして利益が出てたからっていうのもあるんですけども、私がいろんなビジネスやった中で転売が一番労力はあるんだけどもお金が全然残んないものだったかなと今振り返ってますね。まあそんな感じでございます。まあ他にはね得て増えてってのは皆さんありますんで、転売で一番稼げる人もいると思います。私は転売はそういった形であまり熱が入んなかったですね。まあそれは何度も言いますけども、アフィリエイトとかね投資の方が利益をすごくたくさん持ってくる割には作業がないんで、そっちの方に力を入れたところもあります。ですのでアフィリエイトが苦手とか MLM が苦手とか、それから投資がなかなかうまくいかないっていう人は消去法で転売を一生懸命やるのが大正解だと思いますので、ぜひねその転売から頑張って資金を作って投資っていう流れを、やっぱり踏むのもいいかと思います。それでは今回は以上です。長くなっちゃってすみません。